はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。宇和田だよ。本日もよろしくお願いいたします。本日紹介するのは、4月10日にセブンイレブンより発売された、お芋のモンブランプリンパフェ。さあ、297円。こちらをご紹介したいと思います。さあ、まずこちらね、こういう感じです。このモンブランの中にプリンが入ってる。見ていただくと分かる通り、見えるかな、プリンが入って芋ホイップが入ってスポンジが入ってババロアが入っているという商品です。お芋のモンブランプリンパフェ297円。こちらをね、開けてみたいと思います。絶賛三脚ね、ちょっと調子が悪いんでございますんで。そしてこのシールがね、シールが、はい、では開けてみたいと思います。新商品、開かない、開けづらい、ではね、見てみたいと思います。ほら、これ一緒に食べるといいんでしょうね。いただきます。モンブランとプリンがこう別々に味わえる。そして中にもババロンが入ってね、甘いけど美味しい。4ですよ。これはね、いや、かい普通はね、あのなんかババロア、あ、ババロアし、あのもうモンブランプリンっていうのもあるんですけど、これはもうプリンのな、モンブランの中にあのプリンを乗っけたという、意外と技術うまいそうで、できそうで、ね、なんかできない。そしてこの下がババロア、見えないかな、ババロアなんですよ。美味しいっすねこれね、美味しい。パフェだ、パフェ美味しい。これはね、297円買う価値ありますよ こちらはさつまいものモンブランとプリンを組み合わせたパフェです。スポンジババロア、ホイップクリームの上にカスタードプリンを盛り付け、さつまいものモンブランクリームを絞りましたという商品ですさあ、一応これ洋生菓子ということで、こういう一覧になっております。卵と乳製品と小麦と大豆を使用しております。一応これは、東北地区の一応表示となっております。皆さんの表示はちょっと違うかもしれませんが、まずこういう表示となります。カロリーは402カロリーと確かにありますけど、美味しいんでね。こちらのお芋のモンブランプリンパイ、美味しいこれはね、美味しい、おすすめです。皆さんおすすめのこのモンブランプリンパフェ、食べてみてはいかがでしょうか。じゃあね。